どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。お知らせでございます。ウクレレに関するお知らせです。ガズのわがままウクレレとウスレレと初めてウクレレとセミオーダーガズモデル、今 G ラボとガズレレでリリースしているウクレレ、これとですね、予約受注予約再開と販売再開、明日のですね、明日っていうのは2021年8月25日のお昼12時ちょうど入り受付再開いたします。よろしくお願いします。一応バッとラインナップ言いますね、まずはこちらガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ、これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとねこれから言うね、このガズのわがままウクレレシリーズとかウスレレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通りでね、今回今ベトナムがですね、工場今ロックダウン中なんです、コロナの影響で。なんですけど、巧妙がありましてですね、今なんともじゃくんはじめベトナムスタッフ数名がこの G ラボのウクレレを生み出しているあの G ラボ工房にもう寝泊まりしてですね、要は移動が制限されちゃってるので工場に、泊まりながら、このウクレレを今作り出しているということで、なんとかこう進めております。でこれもですね、正確な予約時期は予約してその皆さんのお手元に渡る時期はですね、明日のホームページのところで確認してください。ちょっと先になっちゃうんですけど、まあ何卒ね、このいいウクレレを今予約していただければということで、ラインナップ紹介しますね。今さっきの初めてウクレレは今 OK で、これいろいろあるんですよ。まずはガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴はまずピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはねフレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル、コンサートだったら16フレットだったっけ、15フレット、ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ。同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ、ウスレレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの、厚さが薄いから、案外なりが悪いように思うんですけど、そんなことなくてもめちゃくちゃデッカウトをする、すごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレとウスレレは、ほぼ、オーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットの、この数が、ほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさが、ソプラノコンサート、テナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ薄レレも、わがままウクレレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよね。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、この3兄弟みたいになってこんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい、そして、いつも最近ガズが使ってる、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで人ってるんで、もうお馴染みだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そして、このね、ガズモデルも選べるんだ。これ、ボディの厚さとか。盛りだくさん。それとですね、あと、セミオーダーウクレレっていうのがあります。セミオーダーウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて、皆さんのお手元に届くやつ。皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそ、ポジションマークの形とかいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。もう一回確認します。ガズの初めてウクレレ、このリーズナブルで弾けす、これが、8月25日正午から販売再開ですよ。こっちはね、リーズナブルで弾きやすい。で、あと、ガズのわがままウクレレ、ウスレレ、ガズモデル、セミオーダーは、事前予約注文、明日8月25日お昼から再開ということになっております。ぜひですね、ホームページ見るだけでも見に行ってください。
ここにリンク貼っておきます。概要欄のところにももちろん貼っておきますけれども。はい。皆さん、今ね、もう本当実はね、もうコロナで、まあ流通関係とかベトナム自体も大変なことになってるんですけど、それでもね、ちっちゃく一歩ずつこう、前進して、もうベトナムのモジャ君、張り切って、もう日々連絡取ってますけどね。本当に、なんていうのかな、燃えてます。はい。そんなことのお知らせでした。へ、よろしくお願いします。ガズレレ YouTube チャンネル、並びに G ラボのウクレレ、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。